犯人が特定されているのにもかかわらず未解決事件の事件がある。えこれちょっと闇あるな。触れてはいけないところっぽい感じはするけど。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。皆さん、今日は怖い都市伝説を持ってきました。出た、関ヅラだ。関ヅラなんか関ヶ原淳二にしてくれ。俺は大体怖いやつ持ってきます。あ、怖いな、怖いな。関ヶ原淳二で、関ヶ原淳二お越しいただきました。はい、ありがとうございます。自分で言うんだよ。皆さんね、はい、未解決事件って知ってますか？はい、未解決事件、いろいろありますよね。未解決事件というのはもう迷宮入りしてしまって捜査すらしなくなってしまった事件のことを指した。怖い、はいはいはい。ありますよね、未解決事件。時効です。日本国内で最も怪奇的な事件があります。犯人が特定されているのにもかかわらず未解決事件の事件がある。えすごくない？犯人分かってんの、うん、なのにもう未解決、もう終わったの。こちらの事件が北関東連続誘拐事件。栃木県と群馬県、県境を周辺として約20キロ圏内だけで5件起きてしまった誘拐事件です。そのうち3件は渡良瀬川っていう川の周辺で起きてまして、5件がその連続誘拐事件、北関東って言われるんだけど、そのうちの3個もまあ同一犯って言われてて、その3個は足利幼女連続誘拐事件となってる。足利で起きたってことか。なんか聞いたことある。やばい。結構ね、回数やってんのにね、なんか手がかりとかいろいろ使えそうじゃん、そんだけやったら。そうなんです。事件名が2つあるんだね。そういうことですね。その事件についてお話をしていこうと思います。おー、よろしくお願いします。怖いですね。喋り方が怖いのその事件、まず共通点が結構あります。まず1つ目、4歳から8歳までの幼児が被害者となっております。あー、やっぱ子供なんだね、やっぱり。2つ目がパチンコ店で誘拐が起きているのがそのうち3件あると。パチンコ店に子供がいる、そういうことなんですけれども、まあ多分親とかが一緒に行って、無防備になった子供さんとか、そういうノリかね。そのうち3件が河川敷で白骨解体となっています。で、行動パターンも土日祝日のみ、はい、休みだしね、みんなね、はい、これらの点から同一犯の犯行であると。お前の犯人か、俺が、俺なんか、いや、お前やん、幼児といえば。やめなよ。あ、俺のこと言っちゃった。ちょっと詳しい情報、細かいのがありますので、被害者の情報はちょっとこちら見させていただきますね。1人目、1979年、足利市。家の隣の敷地内から消えていて、河川敷のリュックの中から死体として見つかりました。もうやだ、もうやだ。入っちゃった。バラバラとかじゃないよね。もうやだ。え、だって入る、入る、入らないでしょ、リュックに。多分バラバラなんじゃない？うん。まあ、その可能性高い。やばくて。2人目、5年の月日がなんと流れます。次も栃木県足利市。家族とパチンコ店へ出かけていて、一人で遊ばせているうちに失踪。畑の中から白骨遺体として見つかりました。何してんだよもう。3人目、3年後ですね。8歳の子が殺害されます。公園で失踪し、河川敷で白骨化遺体と。4人目もまた3年後。もうこれの時点で10年間かかってます。すごいね。また栃木県足利市に戻りまして、家族とパチンコ店へ出かけた少女が河川敷で遺体として見つかります。いやーもう。ここで犯人の異常性がさらにピックアップされるんですけれども、少女の衣類に精液がついていました。うわーもう、だからもう完全ヤバいやつや。悪趣味だな。おい、なんて言ったお前。5人目、はい、群馬県太田市。両親とパチンコ店へ行き、店内で失踪。以後、行方不明。店内のこの事件で防犯カメラがもうちょっと普及してたので、うん、店内の防犯カメラに男と話す女の子映ってました。うわー、じゃあもうそこまで分かってんのに。そうなんです。でもサングラスをかけていて。それがニュースで報道されまして、今この男はルパンと呼ばれるようになりました。ルパン、失踪直後にちゃんとお母さんに優しいおじちゃんがいると話してたんですよ。もう油断したところを、はい、でも気づいたところにはもういなくなっていまして、やっと交番に通報したと。で、その映像が残っていたので、はい、その映像からまあ特徴が暴り出されました。鼻がかなり高い。鼻が高い。あら、おー、頬骨が張っていて、おー、顎がやや突き出ています。おー、頬がこけています。おお、お前やないか。これに関しては俺やないか。やだ
わもうちょっとびっくりした俺も読んで5名の家族全員が一致しまして懸賞金300万円の提示をしました。おー、まあ、すごい。安ないかでも安くはないよ。いやでもご家族だから出せる金額っていうのが、うん、家族が出すの300円の提示を出したんですけれども真犯人いつまでたっても捕まっていないと。ここでですね、近所の幼稚園のバスの運転手、はい、で、そのパチンコの常連の方で菅谷俊和さんという方がいたんですけど、はい、その方が疑われました。疑われまして、はい、家宅捜索入りました、はい、そしたら他の人物の待機がついた下着が見つかったんです。もうその人じゃん。まあめちゃめちゃ怪しい。まあそうだね、怪しすぎでしょ。合格よ。で、まあこれでもう犯人逮捕かなとなりまして、ちゃんとその人有罪判決になりました。え、そういうことだった。見つかりました。終わりじゃん、終了や。ここで終了すればただの事件ですね。でも違うんです。え、闇があるの。この方はですね、有罪判決が出まして再審要求をします。それ一回却下されるんですけども、うん、東京地裁の方で了解されまして、はい、DNA 鑑定をもう一回やることになりました。その結果少女の体液とそこに散りて体液が一致しなかったんです。これが昔だならではの DNA 鑑定のミス、あー結構ボロがあったわけだなのか、本当に菅谷さんではなかったのかっていうのはもう今物議をずっとかましているんですけど、そこで判決変わりましてなんと釈放されます。さらに闇が深くなっていきます。何この時点で結構闇深いじゃないですか、うん、いやもう最後の事件まで最初から起きた事件からもう20年近く経ってるんですよ。その間もう逃げ続けてるわけですよ。本当に真犯人が違う方ならば、うん、なぜ未解決事件、犯人が特定されているのに未解決になったかと言いますと、この間ですよ菅谷さんちゃんと捕まってたわけです。でも一応間違ってたってことになって釈放されたわけじゃないですか、うん、これ皆さん何て言うか分かりますか。きた、頭いいの出てる、はい、冤罪。冤罪。あ、それだそれだそれだ。で、もう次立ってるんですよ、うん、20年って時効が約20年か30年なんですよ、殺人刑関係は、うん、はいはいはい。だからもうその時点で20年もう経ってるんですよ。で、捕まってちょっと経ってますから、まあ、残り5年ぐらいなわけです。こっからが本当に闇です。何さ、今度怖いなぁ。追い出したかな。右側感じが。警視庁のプライドです。警視庁のプライド。怖いですけど言うのはね、はい、いらんプライドのせいで掘り返して調べていくことでヒートアップさせていくことで冤罪がより大きくピックアップされていくわけですよ。警視庁のミスが日本中に大きく知れ渡っていた。はい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 。DNA 鑑定する側もプライドズタボラになってるわけです。その結果打ち切りとなりました。まあ打ち切りになったかどうかまだ分かんないですけど、まだね冤罪かどうか50-50 みたいな状態である菅谷さん、ルパンが見つかることによって冤罪が 100% になるんですよ。なるほどー。よりなるほど、うやむやにしようと。そうです、うやむやにしないといけない。最低これを掘りたくないということで、事実上警察が動けていないという事件なんです。うわ最悪や。だから犯人が特定されているのに未解決事件。うわでもこれちょっと闇あるな。いやだって名前がもうちょっともう言うのも怖いのに、うん、触れてはいけないところっぽい感じはするけど、大丈夫です。これあくまで都市伝説です。それが一番に、ね、逆に消されたら本当だと思ってくださいもん。そう、それがもう、まあ、でも日本のプライド的に絶対消させないです。これいつ頃の事件ですか。最後に起きたのが96。今言ったら多分60後半とかの方なんですよ、ね。めっちゃ亡くなってる説も、うん、まあ、まだ普通に生きてる可能性もある、うん、だから見つけれないっていうのもあるかもしれないけども、うん、ただ一応なんで認めたんですかっていう、あ、そのためにに関しては、まあ、昔ならではのね、強要。もっと最悪じゃん、バレが。取り調べがもうすげえ。そう、取り締まりで取り調べで、ああもうもう蹴ったりして、お前がやったんだろうって、お前がやったんだって、それがきつすぎて吐いたと供述しております。うわもう闇だな。毎日やられたら大変なんですよ。菅谷さん、もっと行っちゃえよ、ね、いやだって警視庁って、いやー言えないじゃん。で、普通にどんな理由があったにせよもう捜査してないっていうのは事実なわけだから、うんうん、闇は深いわけですよ。これ、久々のタイプの都市伝説来たね。久々のタイプの都市伝説来たね、これね。もう関川神社はね、こういうタイプの怖い都市伝説。いやー、じっとり、じっとりと怖いね。ということで皆さんね、共通して言えることは、パチンコ店に子供は連れて行くな。そういうこと。この事件、信じるか信じないかは、あなた次第です。あなた次第です。抑えてんのかね。
あんまそういうの素直。いつもお前らするやんけ、俺が。最初の中学生やれないから。ふざけてやったんやん。で、お前見えてるからな、ふざけて。お前ちょっと、こうやって、こうやってやったんだよ、ちょっと。で、俺が、こう言ったら、ざっくりとさ。この事件、信じるか信じないかは、あなた次第です。俺が、こう言ったら、ざっくりとさ。お前のは未解決にせえんからな。時は止まらない、聞いてくだけ、止まらない、限界。